こんにちは、トコチャンネルです。今日はちょこっとだけ購入品の紹介したいと思いますので、よろしくお願いします。今日はね、100均じゃないです。普通の人がね、数点だけするみたいな購入品紹介したくてやってみようと思います。まずはねアリエクスプレスでバリピ100個、ゴールドのを持ってたんですけど、ちょっと今このトレーに入れたんです。これおまけでもらったバッジ誰かのお裾分けにつけるようかなってゴールドのを持ってたんですけど、こういうねアンティーク調の持ってなくて、一回頼んでちょっと今紛失中なんですけど、めっちゃちっちゃい割ピンが届いたんですよ。でこれはね、普通のゴールドで売ってる割ピンと同じ大きさのねやつで、でバック型の時ね、ゴールドつけてても確かに全然違和感はそんなにあるわけじゃないと思うんですけど、まあ、同じような色があったらいいなと思って見て、ね、こういうアンティーク調の色のやつ見てパーンってポチったら、すごいね、7-8ミリぐらいのね長さのちっちゃいの来たんで、うおーと思って、まあ返品するっていうのも大変そうだったんでね、もうそれ受け取ってどっかに置いたんだけど、本当にどっかやっちゃってそれもね購入品紹介で出そうかなと思ってたんですけど、本当にどっかなくしちゃってまあ、またね、見つけたらもう紹介するまでもない、ちっちゃいから使い道ないって思っているんですけど、まあなんか止める時用の本当に割ピン使おうかなと思ってて、でこっちはね、ほんと普通に使う割ピン使おうと思って購入してみました。とりあえずこのトレーに入れてます。はい、でもあんまり商品紹介長く時間持たせれないな私続きまして、ほぼ日手帳のカバーとカバーオンカバーっていうのかなを買いました。これ透明なんで見えるかな、キラキラしちゃうかな、安心してたらごめんなさいね、キラキラして。この色、ピンクと赤、なんていうのか、いちごミルク違ったな、なんていう名前だったっけ適当に名前言っちゃいけないね、ロルバーノだった。あ、こっちか、いちごミルク、おお、いちごミルクで合ってた、 A6 用ね。私多分ほぼ日 A6 以外のサイズ買うつもりないんで、これ買いました。で、最近咳がね、ちょっと待って、ほぼ日手帳さんどこ行った、ほぼ日ちゃんが消えた、ほぼ日手帳が消えた、あれどこ行った、今使ってるのもらってみしようと思って、いつもここに入れてるから、ここにっていうのあるね、落ちてた、奥の方に落ちてた、あ、びっくりした、袋に置いてあるもっと後ろに落ちてた、壁の狭間の、よいしょ、ごめんなさいね、いつも使う、あー、えら、ちょっとね、今日ね、なんかしないけど咳が出てね、えらくて、多分コロナではないです。はい、これじゃカバーオンカバーは、このワンちゃんのね、エイジの書いてあるやつで、色目はねこのピンクで水色のなんか変なのが回ってきたぞのやつを使ってるんですけども、本当はこういう暖色だけの方が好きで、しかもピンクこっち薄いけどこっちの方がちょっと濃いでしょ、こっちの方のピンクの方が好きなんですよ。だからといって今年はこっちは使いません、これ来年用に。で
そうほぼ西手帳でね、そのと全く透明なカバーでこうね、なんかこういろいろペーパー挟んで貼り付けるんじゃなくて挟んでデコってた人見て、え、透明なのあるの？と思ってほぼ日の、あのホームページ見に行ったらこれがあったのこの配色のがいちごミルクが、私が買うときそんなのなかったの、こっちしかなくてピンクってこっちね。でカバーもこの透明って言ったらこのワンちゃんとエイジのしかなくて、ねえいつこれ売り出したんでしょうと思いながらも、あのほぼ日じゃないってわけじゃないんですよね。ほぼ日ってここほぼ日って書いてあるん でこれ多分ほぼ日のね手帳のやつですね。なので今年はねとりあえずすいません、ほんとね咳がね止まらないんですよ。さっきちょっと偉いなと思って8時半ぐらいから、今10時半なんですけど、あ、ちなみに3月3日です。あの寝たらね、2時間ごと寝たら咳で起きてね、何でしたっけ、誰とも会ってないのになと思ってね、これでコロナって言われたら私どこでうつされたのって、もうおじいちゃんの友達がいないじゃんと思ってねたらおじいちゃんやばいぞとか思いながら、いや、やばいぞの前に私そもそもコロナになってたら私も多分重篤化するタイプっていうか、糖尿病かかってるから多分重篤化するタイプだよねすいません、ほんと咳が止まらないんです。あー、えら多分ね、あのちょっと前にね多分風邪ひいたんだと思います。30ほんと37度ぴったりの熱出てたんで、布団をね、私足が熱いと寝れなくて、普通足つ冷えるとね、どうかわかんないんだけど、普通かどうかわかんないんだけど、足熱いと寝れなくて布団ピッキャッて蹴飛ばす癖があって、ちょうどその時ね上半身は逆に寒いと寝れないんですけど、寝れないっていうか寝れないはずなのに、最近ちょっとこう上着をモコモコの上着着て寝てるんで、足でキャッて布団蹴飛ばして全部めくれてで寝てたみたいで、あげ方寒い寒いって起きたらちょっと熱出ちゃったっていうのがあるので、絶対風邪だろうっていう思ったんですけど、であとねこの透明なカバーのね、そのこれ透明なカバー ちなみにほぼ日で買ってないんですよ。 Amazon で売ってたの買って、でこれほぼ日で売ってたやつこうツルテーンってしてるんですけど、ここね開くんですよ。購入品紹介っぽいよね。開くんですよ。なんでかって言うとここね、あ、ほんとこれ手突っ込めれるんですよ。あのこっちもそうなんですよね、ここあるんで、ね、これちゃんとここ使えるようにね、ここ開いてるって、あ、こっちの方が機能すごいじゃんと思って、多分これほぼ日で売ってる、あ、でもほぼ日って書いてあるわ。え、でもほぼ日でこの透明なの探しても売ってなかったんだよ。あ、でも一緒だな。ね、この透明なやつすごい優秀と思って。って言って、今力説したけど、ここに何か入れるかって言うと入れないんですけどね。いつ力説して言ってるくせにね、使わない。あとね、このペンすごい書きやすいの。おまけでもらったやつ。正直ね、これなくなるまでこの3色あったら十分。今ね、あの、ほぼ日書くためにね、ペン多分何十本か用意してるんだけど全然他使ってないということでね、ほぼ日手帳のカバー、これも来年ね、ここになんか絵を入れて飾ろうかなって思って準備してますっていう。あとね、ほぼ日手帳、ね、もし来年から、え、ゴミが入ってる、来年からつけてみようかなって思ってる人がいたらね、こういうカバーもありますよって、ゴミが入ってたっていう紹介ですね。全く何にもなかったらね、飾れるっていうか自分でデコれる、いいと思います、すごく。で続きまして、次ミンネで購入した商品、誰さんからだったかな、名前をまだ覚えていない、ネネホープさんという方からね、
あのね、もう一種類欲しかったんだけど、ちょっとね、お値段がね、あの、安っていうほど安くないんですよ。ね、1798円するんで、あ、残り2点で、うわ、めっちゃ欲しい、どうしよう。買おうかな。ちょっと、1日2日悩んで、残ってたら買おうかな。同じ値段するんですけど、ダイカットメオ、12種類かな。これはね、スイーツ、何コレクションだったかな、これ。多分売り切れてるから、売り切れで名前を見たら分かるのかな。いや、売り切れてない。売ってる？これかな？違う。これじゃなかったはず。これじゃなかったはずだよ。こっちかな。レトロアニマルダイカットメモ12種セットスイーツコレクション。こっちも残り2点だ。あの、ま、同じの欲しい人は急いでね。私はもう一個の方の、ジュエルコレクションっていうのが欲しいの。これの別種類。で、これが開けて紹介していきます。めっちゃ可愛いんです。超可愛いっていうかね。まあ私たまに途中でね、変な声出すかもしれないけど。まずね、バンビちゃんのこれ、スイーツだから。何枚あるんかな？数えてない。何枚かあるんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10枚。ね、裏は真っ白です。かわいくない？これ絶対さ、あの、なんだっけ、コラージュ、まあ、使うとしたらレースペーパーぐらいかな。A 字こんなでっかい、あ、まあ、合うかな。コラージュとか使えそうだね、またね。で、クマちゃん、もう超スイーツが美味しそうでさ、あの、このクマちゃんの絵ってよくいるよね。よくいるよねって見るよね。次がさ、これキャバちゃんじゃないと思って。ワンちゃんの種類ね。あの、キャバリアキングチャールズスパニエルっていう種類があるんだけど、もう一個、あの、違う名前のやつが、種類があるんですけど、個人的にはもう絶対これキャバだと決め込んで、あの、ルビーっていう色であるんですけどね、このマチャちゃんの子が。通常だと、ホワイトタンっていうかね、白茶の子が多いんですけど、うちはトライだと思うんですけど、昔はね、ルビーも買おうかなと思ってたぐらいで。で、ちょっとワンちゃんね、キャー喜んで。で、これはウサギちゃん。スイーツが美味しそうでね。すごいでしょ？これ逆、向き逆にしちゃったね。嫌だな。嫌だなって。嫌だなっていいな。コーヒーこう入れとくかな。かわいい。めっちゃかわいいでしょ？この後ろのこの紙自体も使えるよね。って私は思ってる。何かに使う。何かの背景に使えるよね。すいませんね。ちょっと咳が多いのはちょっと許してください。朝から咳が止まらなくて。あの咳喘息持ってるもんでね。あんまり続いたらそっちかなって私はちょっと心配になる。なんかね、廃品回収の放送がめっちゃ入ってくるかもしれない。もし入ってたらごめんなさいね。めっちゃ言いまくっとる、外で。で、次これ。これもワンちゃんかな？わかんないけど。スイーツがめっちゃ美味しそう。普通裏向けていくね。で、クマちゃん。パンケーキってか、ホットケーキ食べたい。猫ちゃん。かわいい。あ、来た。これ。ね。ごくたまーに回ってくる。なぜ私が撮ってる時に回ってくる？まあいいや。気にしないでくださいね。これも美味しそう。いちごの。ほんで、このね、また言ってる廃品回収長いんだよね。ゆっくり回ってるから。ね、これ。これも使えそうでしょ？マジでムカつく。わかるで、さっさと行け。
あ、ごめんなさい、暴言吐いちゃった。あのね、ただでさえ咳が出ないからイラッとしてるのせいで言えないから、あ、破いちゃった。あ、もうこれ残念にしとこう。あ、なんかやんだってこと、誰か廃品回収出したな。出したやつがいたな、うん、これもね、全部これ全部3つとも同じ背景のメリット、これも使うぞ私は絶対に、ね、パフェめっちゃ食べたい。うん、こんなキャンディーのついてるパフェ、なんで咳出るの、ねえねえ。この前病院行った時先生何も言ってなかったんだけど、最近ねちょっとね、たまにぜいぜい言う時あるなと思ってたんだけど、ちょっと小走りするとぜいぜいするの、もうそれはもうね、老化現象と肥満のせいと思ってたんだけどね。かわいいでしょ、こんな可愛いのがね、別種類にまたあるの、12種類のこのジュエルっていう種類です、いいぞ。どうしようかな、買おうかな、どうしようかな、買おうかな。でも映画見に行きたいしな。映画ってあの、エヴァのね。あんま贅沢してもなぁと思いながら。よいしょ。ちょっとめくれちゃったけど、この、はい。よいしょ。3種、かわいい3種類ね。この方が長く見栄えがいいかな。あ、この3つとも綺麗に見せよう。でほぼ日をこう邪魔。ほぼ日こうしてこの子こうしてで終わりだと思うでしょ。違うんです。じゃあロールバー。あのこれ視聴者さんから教えてもらった東京駅の柄で桜の限定が売ってますよって。東京駅、あの、まあ、他の動画も多分言っていると思うんですけど、東京駅のデザインって結構好きなんですよ、私これ。好きなんだけど、でもな、東京に住んでるわけじゃないしな、と思って、なんか特別ななんかがないとちょっとね、と思ってたら、まあ、桜の限定っていうから、桜柄持ってないよね、と思って。あ、じゃあ、ちょうどちょっと気になってた東京駅の桜柄買おうと思って、買ったんですよ。まあ、ロールバン自体はね、定価だから、定価っていうかいくらこれ定価って書いてある。値段書いてないね。まあ、通常のロールバンとほぼ同じ値段だ。値段っていうか、それより安い。税込みだから安いか。安いくらいなんですけど、この、一冊のロールバンよりも送料が高いんです。そうです、1冊買うと2冊分以上の値段を払わなきゃいけないんですよ。なんかそれがね、うーんと思って、やめるか買うかどっちかにしようと思って考えてて、せっかくこういうのあるって教えてもらったし、見た時ああいいなと思ったのも事実なんで、やっぱ買いたいよなと思って、で考えた末に、まあ、他のねロールバーの種類も売ってたんですけど、考えた末に2冊買おうと思って2冊買いました。なんかそうすると送料がなんかね、1冊でこれちなみに送料780円なんですけど、これ1冊が700円以下なんですけど、あの2冊買えば1冊あたり400円弱送料で済んだって思えば、私の近所で、ロールバン売ってる店ないんです。はい。全然、全くどこにも。だから、こう、出てかなきゃいけないんですよ。ちょっと、近所の都会じゃない。一応、名古屋市までね。多分名古屋まで行けばどっかに売ってると思うんですけど、まあ、調べてないんですけどね。で、出てこうと思うと、片道700円かかるんですよ。そう思ったら往復1400円かかって、まあ、こうロールバン1冊もし買いに行くとしたら送料の方が安いって思えばいいけど、1冊買うのにそれ以上倍の値段出すのは尺に触ると思って2冊買いました。形は、うん、中はもうね標準タイプのイエロー、バンドもコーン、ここはどうなんだ、普通こういう色、ゴールド、うん、ゴールドなのかな普通で、まあここに緑のピ
カピカ白になってるって感じで、でまあ2冊買ったんで1冊はね、あのちょっとお礼品の方にあげようかなと思って、あんまり値段詳しく言うとね、あのその送った方にいくらって言ってたって思われると嫌なんでね、あんま詳しくは言えないんですけど、その方にね1冊送ろうかなって思って、もうねほんとね3回ぐらいお礼瓶じゃなくて、あの素敵瓶っていうか応援瓶っていうのかな、もらってて、今まで1回も返してないんですよ、失礼ながら。であのファイルをね、やっぱりせっかく動画見てファンですって送ってくださってるんで、そのファイルなしでお礼送るのはちょっと失礼だなと思って、今回ねバレンタイン瓶と一緒に、まあ、同じようなほぼほぼ全く同じでペーパーが違うファイル作ったんで、それ詰めてね、他に、まあ、お礼用にいろいろ買って、あの詰めて返そうと思うんでね、あのその時にこれ入れようかなと思ってます。あのなのでね、皆さんあまりあのファンですってあんまりいっぱい送ってくるのご遠慮してください。返すのちょっと偉いんで、まあ、その方はもういただいちゃったからもう返さなきゃいけないと思って返すことにしてますけど、あの基本ね交換便でお裾分け程度で交換するっていうのが、まあ、基本スタンスでいきたいんで、もし応援してくださるのならね、お裾分けレベル範囲で応援でお願いします、はい、ということでね、今回やった少ない数点、ロルバーンのね写真、あの購入品紹介でさ、あの綺麗にジャジャーンって並べてやってる人いるじゃん、あのなんだっけサムネで、あれやりたいんであれやりたいんでって、どういう願望、そんだけの願望って言われそうだけどね、はい、こんな感じでね、サムネ撮れるそんなこと気にするな、はい、ということで短いですけど購入品紹介終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。